マダム、例の紳士が裏口に来てますけど。わかったよ、マーシャを呼んどいとくれ。またあの女ですか。紳士さんのご指名なんだよ、文句を言いなさんな。わかりました。やれやれ、厄介な客だよ。ミスターエル、いつもの娘を用意しております。どうぞ上の方へ。マーシャ、ミスターエルが来るわよ。支度しときな。いつでもいいわ。まったく、高い客がついてるからっていい気になるんじゃないよ。高貴な人間にはふさわしい人間が寄ってくるものなの。ああいう客は絶対利用価値があるわ。また這い上がるチャンスよ。そのためなら何だって利用してやるわ。さあ、今日はどのようにいたしますか、ミスターエル。知人に作らせたものだ。これを試させてもらう。まあ、何ですの一体。さあ、ベッドに行きなさい。よろしいですわ。何でもお好きなように。落ち度があったわけではない。また来てくださいますわね。ああ。ミスターエル、あなたはいい稼ぎ口だわ。でも、もっと稼がせてもらうために私はあなたの秘密を暴いて売り飛ばすことにしたわ。いいわね。レイチェル、お前のアイドールとしてのデビューが決まったぞ。はい。レイチェル様にふさわしく王家主催の舞踏会でございます。当日は王立大学を卒業されたアンドリュー王子も参加されると聞いています。さぞや華やかな宴となるでしょう。アンドリュー、アンドリューが。レイチェル様、アイドールとしての務めを果たしていく上では様々なタイプの殿方とのお手合わせが考えられます。今宵は初めて女体を抱く殿方を念頭に置いてのレッスンでございます。お待ちしてましたよ、お嬢さん。どうなさったの？そんなに恥ずかしがっていては何もできませんわ。あ、すいません。ちょっとお嬢さん、どういうおつもりかしら。マダムをいくらで買収したか知らないけど、あなたにここで稼がれるのは迷惑なのよ。お分かりでしょ？ここはあなたのための場所じゃないのよ。さあ、あんたがここへ来るのは今日で最後よ。レイチェル？マーシャ？あなたの家のことは聞いたわ。本当にお気の毒に。ふん。そんなこと言って内心はいい気味だと思ってるんでしょう。自分をいじめた者の家が破産したんですものね。そんなことないわ。本当に心配してたんだから。まあどっちだっていいわ、そんなこと。どうせ私は上流階級の生活には飽き飽きしてたんだから。マーシャ、
それにしてもあなたどうしてこんなところをうろついてるのよ。お金持ちのおじさまの世話になっているんでしょ。おかしいじゃない。それはいかがわしい事情に貧富の差はないよね。そうそう、今の私のお得意様もかなり身分の高いような人だけど、あれが全然役に立たないのよ。戦場で負った怪我が原因だとか聞いたけど、いくら貴族でもあれじゃ情けなさすぎるわ。あなたもそんな情けない貴族のお仲間なのかしら。ねえ、私今その男のこと探ってるのよ。顔を隠すために仮面をしてるんだけど、どうもそのためだけじゃないみたいなの。多分右目が潰れているんだわ。右目が？そう、すごい特徴でしょ。あなたそういう貴族に心当たりない？何か知ってたら教えなさいよ。昔のよしみで教えてくれたら悪いようにはしないわ。あなたもいろいろと苦労しているみたいだし。右目が潰れているんだわ。おじさま、レイチェル、あなた。ごめんなさい、私馬車を待たせているのでもう行かなくては。会えてよかった。もうここへは来ないから、約束する。お嬢さん、お待たせしました。編集長はこの橋の上の馬車にいますぜ。分かったわ、ありがとう。いや、ちょっと待ちなよ。あんたがなぜ俺に新聞社から貴族年間を持ち出させたかは知らねえが、そのために俺はまずい立場に立たされてんだ。その上、これからあんたが編集長に話す情報がとんでもなくくだらねえものだとしたら。ご安心なさって、あなたの努力はきっと報われるから。期待してるぜ。よろしくってよ。情報としては面白いがな、何の証拠もなくそれを買えというのは無理な話だな。分かっているわ。明日の晩11時に来ることになっているの。写真でも何でも撮るといいわ。よかろう、そうしよう。金の方はその後だ。ええ、それよりそのリュセ公爵のところにレイチェルという娘がいるというのは本当なの？確かだが、それがどうかしたのか？いいえ、別に。かわいそうなレイチェル。あなたのおじさまはこれから破滅の一途をたどるのよ。この私のおかげで。そしてあなたは路頭に迷い、薄汚い世界へ転落し、私は華やかな世界に舞い戻る。レイチェル様、例の娼婦の件、手配は済んでおります。本当によろしいのですね？ええ、構いません。承知いたしました。マーシャ、ごめんなさい。全てはおじさまのためなの。おじさまの。レイチェル。はい。話がある。知ってしまったのだな、私の秘密を。秘密？何のことですか？隠す必要はない。あの娼婦が話していたことは事実だ。
話はそれだけだ。レッスンに戻れ。おじさま。なんだ。戦場で傷ついたというのは嘘ですね。肉体的な故障であれば、あのようなところにお通いになっても回復の期待などできません。何か精神的なショックか他の原因がおありになるのではないですか。そうなんですね。やはりそうなんですね、おじさま。出て行ってくれ。おじさま。いいから出て行け。わからない。私にはおじさまが何を考えてるのかわからない。おじさま、おじさまはこの世にたった一人残された私の肉親なのに、教えてください。おじさま、私おじさまにどんなことがあっても平気です。アイドールのレッスンに耐えることを思えば、もうこの世に怖いものなんてありません。ダメだ、出て行け。なぜです。おじさまは私のことが嫌いなのですか。そうではない。ではなぜ。お前が姉に似すぎているからだ。お母様に。私は実の姉を、お前の母を愛していたのだ。姉は私にとって何にも代えがたい存在だった。だがそんな姉にもとうとう嫁ぐ日がやってきた。そして私は新しい生き方を求めて戦場へと旅立った。姉の死は戦場に届いた手紙で知った。それからだ、私が男として不能となったのは。かわいそうなおじさま。私はなんという愚かな男だ。よりによって実の姉を愛してしまうなんて。何をする。私がアイドールへの道を進むことができたのはおじさまのおかげです。それによって得られた力でお役に立てるのなら喜んで何でもいたします。おじさま、どうか私におじさまの病気を治させてください。きっと治してみせます。きっと。いかん。実の姪と姉の忘れがたみと交わることなど許されるはずがない。どうしておじさま、私はおじさまのお役に立ちたいだけなのに。おじさま、おじさま。ですか、これは。姉上が亡くなった時、遺体を引き取り密かにこの屋敷に運び込んだのだ。そして完璧な防腐処理を施して彼女に永遠の美しさを与えた。レイチェル、許してくれ。おじさま、本来ならたった一人の肉親として上流階級にふさわしい生活を与えてやるべきところを。
この世で最も厳しいと言われているアイドールの道を歩ませてしまった。それもこれもお前が姉に瓜二つだったから。アイドールとしての英才教育はお前を私の理想とする女性姉の生まれ変わりに育て上げるための手段だったのだ。おじさま、許してくれ。許すも何も、私はおじさまがこんなにもお母さまのことを愛してくださっているのが嬉しくてたまりません。愛する人が亡くなったショックで女の人を抱けなくなったなんて、なんて心の優しい方なんでしょう。レイチェル。リュセ、私は死んでなどいません。さあ、私を心から愛してくれているのなら勇気を出して私を救ってください。おじさまにとってお母さまの存在は私にとってのアンドリューと同じなんだわ。あ、今宵私はアイドールとして社交界デビューをいたします。この日のためにどれほどの試練に耐え抜いてきたことでしょう。お母様とおじ様はきっとどこかで見守っていてくださることでしょう。